ライオン株式会社は、9月1日より放映していた新 CM、システマハグキプラスプレミアム、忘れてない、編について、CM 冒頭の効果音が緊急時の警告音に似ているとの指摘を受け、放映を中止することを3日に発表した。放映開始後、ネット上では、ハグキプラス CM の効果音が J アラートに似ていて不安になる。 ハグキプラスの CM 冒頭の音が J アラートに聞こえて怖い、マヤミキの風船が膨らむ音が J アラートに似ているのは私だけ。という意見が上がっていた。これを受けて、ライオンの公式サイトでは、システマハグキプラスプレミアム、CM、忘れてない。フの放映中止を発表した。9月1日より放映している、システマハグキプラスプレミアムの CM、忘れてない。フ において CM 冒頭の効果音が緊急時の警告音に似ていて不安になるというご指摘をいただきました当社はご指摘を真摯に受け止め当該 CM の放映を中止いたします公式 YouTube チャンネル及びブランドサイトにおいても当該 CM を非公開といたしますそして当該 CM においてはご指摘の部分を修正の上再開する予定です何とぞ ご理解いただきますようお願い申し上げますとしている。また、担当者はエンカウントの取材に、CM はいくつかパターンがあるんですけども、ご指摘の CM に関しましては、CM 冒頭の効果音が、緊急時の警告音に似ていて不安になるという指摘もいただいておりますので、当社もこのご指摘を真摯に受け止めまして、当該 CM の方へは中止いたします。ご指摘いただいた CM については、 速やかに中止の手配をしておりますので、実際の CM のオンエアが切り替わったりするのは、多少お時間がかかるのかもしれないのですが、私どもとしては手配をさせていただいておりますと回答した。